皆さん荷物チェックしていいですか。荷物チェック、うん、抜き打ち、うん、もうええって、いやもうええって、荷物チェックとか別におもろい入ってないって、はい、マスク触らんといて、マスク、いや表やから、水野ランバード一番ええからな、それ初めて見た、水着の素材やからめっちゃ涼しいし、うん、でこれはサーモスの、これ何、コーヒー、コーヒーデロンギのコーヒー、これあったかい、まだあ、ほんまや、すごいな、熱い、すごいな、入れた時より熱い、湯気すごかった、入れた時より熱い、なるほど、なるほどね、入れた時より塗るよ、これがゴアテックス、ナナちゃんにもらった、ダイワのナナちゃん、ラブ式か、あはファンのね、いいじゃないですかこれ、はいはい、もう三菱モーターズのカバン、デリカ、デリカ買っといてもらった、はい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 、やないね、いやね、ちょっとすいませんけど、やばそう、財布ね、財布やん、これはキッコーマンの財布ですか。キッコーマンの財布え、あるのそんなもん、キッコーマンじゃない、醤油ベースの、あ、これ開いてるよ財布、これなんで開いてんの、わからへん、中ね、もうやめて、結構入ってんね、お前のね、1万、2万、3、4、え、そんな入ってる、6、7、8、1000円やないか、2万8000円普通やないか、まあまあ、この、ん？お年玉、これ誰からの？え？誰からのお年玉や？おままさん。中身はもちろんないです。珍しいな。このケースだけ取っとくって珍しいな。いや、中身使った方がいいらしい。あ、そうなん？あ、あ、これ鶴瓶師匠のな。無学の会っていう。これ鶴瓶師匠の単独ライブ僕ら呼んでもらったよね、そうそうそう、うんうんうん、あ、領収書、ああ12,400円、3月23日、昨日やないか、亜生か、それあれ、家族で飯食う、家族で飯ね、ちょっとエッチなカードとかないか、ないって、大丈夫ってないねんから、診察券あるけど、診察券がエロい感じだ、診察券多いな、陽気がちやね、めっちゃ多いやん診察券、恥ずかしいよ、まあ、あんま見せれないですけど診察券4枚ぐらいあるんで、こう4、5枚あるやろ診察券ぐらいもうやめて、人のやつ買ってみよう、いやいやいや、これはねもうやってくださいという要望が多かったんで、もっとおもろいもん持ってきたかった、普通にもう今日YouTube だけだから全然、え、もしやるって言ってたら、うん、何持ってきてた、なめくじとかおもろいな、なめくじ入ってたらおもろいな、あ、これもちょっといいですか、もうえって何これ、あ、これはちょっと大丈夫か、え、これあ、エコバッグやん、それあ、エコバッグか、びっくりした、どうした、え、なんか自分がなんかいろいろ処理したやつをここに入れてるのかな、どういうこと処理したやつ、お前どういう癖あんねん、何でビニール袋に処理したやつ入れんのおっと、怖い錠剤出てきた、これはえ、タブ錠剤の、そうそう、今肌荒れてんねん、あのなんか背中とかめっちゃあー、アレルギーの、書いてもうたから、アレルギー用の薬、なるほどなるほど、あ、これはリップ、あ、リップね、わかるやろうわ、これは目薬、わかるやろこれは目薬、何で目薬2個あんねん、ピブン目薬2個、ああ、なるほどなるほど、まあまあ、何の変哲もないカバンの中身とか、やめてやねんから、これはアネロンって何、あ、それ酔い止め、酔い止めね、なるほどなるほど、こっちのメイン、あ、これはかっこいいんじゃない、荷物抜いてんねん、それレイバン、レイバンや、あ、グラサンか、変更グラスね、それしか、え、これは何、水面めっちゃ見え、はい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 、釣りん時に絶対いるやつか、これミンティア、あ、ミンティアもういらんわ、いつのミンティアあ、もうだってもう
ハゲてきてるもん、このパッケージが。いつのミンティアこれ。2022年10月23日シンジ&サヤカサンキューとか出んねん。やばいやばい、え、西村結婚式のやつや。うそやコットン西村の結婚式でもらったやつを捨ててって。え？よくないな。食べ食べて今食べようと思ってたやん。あ、そうなの。賞味期限切れてんの？え、賞味期限じゃなくて2020年10月23日の結婚。賞味期限やと思ったらこっちは。違う違う違う、賞味期限じゃないでしょ。ま、西村との結婚です。まあまあ普通か。普通やで、だから。普通やな意外と。あ、お、ごめんごめん、ま、見落としてた俺。おしぼり？あ、おしぼりめっちゃあるやん、おしぼり。金魚 20% でっかい絆創膏。どこに貼るやつこれ。あと3回拭けるティッシュ。おいこれやめろよ、もう捨てろって。捨てるわこれもう。なんであと3回拭けるって。何拭いたんそれ。何拭いたんやろ。鼻に水決まってるやん。鼻水のやつ中入ってんの。じゃあお前のも見せろや。ほんなら俺のはマジで普通だ。こいつほんま。こんな感じでしたね、西野郎は。うん、もう頼むでほんま。いやいや保安検査場やん。一瞬見て。そうそう、いや別にめっちゃ普通やで。いやそうやろ。申し訳ない、分かってん。アップルウォッチ、あの iPad でしょ。うん、このなんかドラえもんのやつ。何これは。メガネ拭き。メガネ拭き。ワックス。ワックス。お守り。お守り。あ、あ、息子の顔が。いや息子の顔、息子の顔がちょっと可愛い。可愛いけど。可愛いけど。これ、何これ。これはアルコールね。アルコール。うん。イソップの。あの油取り紙。はい。ね。歯ブラシ。ね。あ、これ新幹線の。新幹線のね。ね、これ。ブラダー。いやいや別に。ブラダー。いやそれは別に前から。頑張ってるやんな。何頑張ってるやん。頑張ってるやんなお前。はい、これよう食べてめっちゃ好きこれで。これなんか俺になんかくれへんみたいなノリ、うん、集団でして、うん、何欲しいしよう。これはあのかっこいい。はい、解散しよう解散しよう解散しよう。これはあのボケでもそんなこと言ってほしくない。これはアラジオです。アラジオ。分かった分かった。これはこれ、これ何やろうな、分からん。何だろう、お腹入ってんの。これ何、美味しい。あー、これどんだけ飲んでも次の日最強になるやつ。なんかもう面白いこと言うね。だってこれこれあの何て言うてんの、あのなんかもやっとボール。うん、もやっとボール。時間かかった。もやっとボール。お前俺ほんま、お前現場の証拠品やないかお前。俺いや靴下はこれちゃんと洗ってますよ。事件現場のお前、絶対俺靴下持ち歩くねん。臭いもんな。耐えれるようにな。ただうん、そういう畳の部屋とか行くかもしれない。もうええわお前の流暢してチェック。どうせ服ばっか買ってねえよ。流暢服買ってんのかな。うん、たまにもらってるもの料理でしょ。コンドームや。いやコンドームやないかほんまに。信じられる。信じられるか。結構持ち歩いてません、いろいろ。まあね、うん、財布。財布、財布もこれ。うわ結構入ってんじゃない。誰かのもっと俺させたろ。いやいや。なんかほんまにさ、ほんまに両者おもんない金額やな。ほんまの抜き打ちやからもう。えってお前どうして、お前ちょっとやばいやつ、お前のさらされる側やから。いやいや、なんか見逃してない。え、見逃してんじゃん。何見逃してた俺。いやほんまに面白いやつ頼む。面白いやつ見逃す。それこれこれなんで忘れてんねん。これこれ串。粉落ちろ粉落ちろ。くさーっ。
そうそう。また抜き打ちチェックやります。